山下純一のバリアフリーファンク。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私が全盲で車椅子のミュージシャン山下純一です。さあ今週はですね、ここ何回かこの番組でバーって言ってたことに対する感想がですねちょこちょこ来ているので紹介したいと思います。じゃあ読んでいただきましょう。のっちんさんです。乙武さんのお話爆笑してすっきりしました。東京のラジオ局は都知事の読み間違え、都知事選の行方ばかりで、乙武さんは透明人間のようスルーされているような報道です。扱い方が難しいから触らないという感じでしょうか。そこがラジオはエリアフリーで聞く理由かもしれません。山下さんしか言えませんね。期待が大きかったから落胆も大きい。乙武さんに届けばよいのですが、これからも吠えてくださいね。それではまた。続いて迷惑係西野さんです。純ちゃん、感想を取り上げてくれてありがとう。毎週聞いてる乙武氏、ほんまに生きないで。はい、ありがとうございます。のっちんさんとね、西野さん、ありがとうございます。そうですか、よかった。まあね、今回ね、まあまあ、乙武さんのね、立候補についてね、僕も思うところがいろいろあったんで、ちょっともう、熱くなりながら喋ってしまって、まあまあ、なかなかね、言いづらいところもあったんですけれども、今回ちょっとね、勇気を出して喋ってみたんですよ。ね、どうかなと、えらいことになったらどうしようとか思いながら、実は、ちょっとドキドキしてたんですけれども、こうやって皆さんが面白かったと言うてくれはると、もうすごい僕は安心しますし、なんやったらまた調子乗って言ってしまう可能性が出てきましたけれども、まあでも、はい、面白かったと言ってもらえるのは一番僕は嬉しいです。ありがとうございます。それでなんなら、それこそね、もっといろんな人に聞いてほしいんで、YouTube に上がってますのでね。ラジオ大阪の YouTube に僕のバリアフリーファンクは毎週一週遅れかな上がっているので、この回面白かったよみたいなことで、ぜひともねちょっと広げておいてください。そこからまた怒られるかもしれませんけれども、でもやっぱね聞いてもらわんといろんな人に、なので皆さん宣伝活動も YouTube チャンネルね、よろしくお願いします。じゃあ次のメール行きましょうか。あずきちゃんです。合理的配慮のことですが、最近障害のある人が会社やいろいろな公共のところで合理的配慮決められているやろうって当たり前のように言うことが私はおかしいなと思っています。本来の合理的配慮というのは障害者当事者が威張って言うことではなく、双方向のコミュニケーションが成り立って初めてお互いの歩み寄りで合理的配慮を求めていいのかと思います。してもらって当たり前ではなく、純ちゃんも言っていたみたいにグレーゾーンって本当に世の中にいっぱいあって、福祉サービスの中で障害者に対して健常者の方がその人一人一人に寄り添って対応してくださってるからこそ、私たち障害のある者たちが楽しく生活を送ることができていると感じます。私に関わってくださる方々、多くの皆さんは本当はダメなのになーって思うことでも、その人の人柄や気持ちでやってくださっているから本当にありがたいなーっていつも思っているのに、一人でもなんだか偉そうにしている人がいたら障害者全員がそのように受け取られてしまう。これもちょっと違うなぁと思うから、何か世の中どうにかうまくいく方法があったらいいなぁって思っています。はい。あずきちゃんさん、ありがとうございます。あずきちゃんさんもね、視覚障害があって、こうやってね、やっぱり当事者というか、まあ僕と同じような立場ですよね。その時にこう、やっぱりやってもらう時にね、気遣い、やっぱ必要やろと、威張ってる場合かと。何威張ってんのと。合理的配慮決まってるやろみたいな感じにね、言う人もいるんですね、やっぱりね。もうそういうのはちょっと怖いね。あんま言わん方がいいですよ、というとこなんですけれども、まあまあ、おられるのも事実なんですよね。まあ、あずきちゃんさんの気持ちもよく、わかるんで、僕もそっち派なんでね、わかります。じゃあ次のメール2つかな、行きましょう。ちーちーさんです。私も合理的配慮について当事者の意見を聞くことはとても重要だと思います。困ってることを伝えられるのが当たり前の世界になってほしいですね。そしてそれを聞く側も努力が必要だと思います。続いてのっちんさんです。障害者への合理的配慮について二松学舎大学教授、荒井祐樹さんのコメントがとても腑に落ちました。それは、障害者の方が生きやすい社会を作るものではなく、対等な構成員と認識されぬ構造の発想の転換が必要というもの。
地道に焦りながら社会全体で本邦を育っていく必要があるそうです。はい、ちいちんさんとね、のっちんさんありがとうございます。そうですね、本当にこの大学教授の言うてはること、要するにこう対等の立場だということを、まあ、いろいろルフしていかなあかんと、分かって、こう、普通になっていかなあかんっていうことやと思うんですよね。だからそのあたりね、すごくわかります。はい。そうなってもらえたら、いろいろ嬉しいんですけれども、どうしてもやってもらう側はやっぱりね、気遣いますし、何かをね、やる側もやってあげるという気持ちがゼロではないだろうと。でもそれは悪いことでもないんですよ。またね、これがね、難しいところで。だからその形がですね、社会全体で、その辺が、なんていうかな、バランス取れてるっていうところに早く行ってほしいんですけど、そのバランスが難しいね。ね、国によってもちゃうんでしょう。地域によっても違うかもしれん。年代によっても違うかもしれん。またこのあたりがまあグレーなとこなんですけれども、どうしていくべきでしょうか。まあやっぱり、まあいろんな炎上ありましたよね。障害者の方の炎上。また言って、名前言って悪いんですけども。中島涼子さんのね、映画館での炎上。あとは、伊是名夏子さんのね、駅での炎上。あと、乙武さんのイタリアレストランでの炎上。ね、こんなことありましたけれども、全部まあ、ざっと、まあ僕が感じるには、やっぱりこう、やってくれはんのは、こう、サービスを超えたサービスみたいなところなんですよね。向こうの善意でやってくれはることなんですよ。だからそこを、何かこうやってくれな困るよみたいな感じに聞こえてしまうんですよね、この人らが言わはることが。まあ細かいとこは一回ネットで調べてくださいね。まあそこでやっぱ炎上しますよ。善意に対してこうなんや言うと、もらったもんに文句言うみたいな、なんかありますよ、そういうのって。ね、誰かに物もうて、なんやこれ、しょうもないな、これセンス悪いなとか言うとあげませんやんか、もらったもんやねんから。だからそんな感じかな、ニュアンスとして僕を感じるのはね。そんな意味でこんなニュースもありましたよ。ファイナンシャルフィールドの記事からです。食べる前のソフトクリームを落としてしまった息子。交換を依頼すると新しいものを買ってくださいと言われました。わざとではないのに理不尽すぎませんか？はい。このニュース知ってますか？皆さん。ちょっと前にね、僕のニュースのアプリにずっと出てたんですけれども、だからソフトクリームを買ってですね、自分の子供がそれをふわって持ってたんか知らんけど応答してしもたんでしょ。ほんでそのお母さんは、すいません、食べてへんので交換してくださいと堂々と言うてったってことですよね。それはもう買い物してもうお金払ってあなたの手に渡ったんだから、もうそれはあなたの責任ですよっていう当たり前のことなんですけれども、なぜかこのお母さんは食べてへんやから交換してくれるもんやと思っているんですよ。わからないでしょ？だからなんでかなと思うんですけどね。まあ、もしかしたらこのお母さんのお母さんがそういうのは当たり前やと思って言うてはったんかもしれんけど、でもまあこのお母さんに限って言うと、やっぱりこのお店側、もし変えてくれはったとしても、それはお店側の善意ですから、あくまで。だからそれを、なんで変えてくれへんねんっていう、怒るんですよ、この人は。だから怒って、ネットに言うたでしょ、また。あかんやつですよ。ネットにそうやってすぐ変えたらあかんねん、怒ったことな。だからそういう感じになってるので、これはもう、障害とか関係なくですね、やっぱり善意に対してなんか文句言うと。これがダメなんですよ。これすると炎上するんです。これはもう法則ですね。はい。そんなことがありました。でもね、僕が思うにはですね、善意に頼って生きるっていうのって、とても不安定なことなんですよね。だからこう、人が変わると、その手助けが受けられないことがあるんです。あの人はすごいサービスだけど、この人、そうでもないっていう人の場合は、また不安定になる。それが生活に直結するんで、だから僕はですよ、合理的配慮とかって、一番思うのは国とか社会がですね、ライフラインですよ。ライフライン。例えば、お金のことね、お金の管理を一人でできるようなシステム。銀行だったりね、いろんなとこね。あと役所からのお知らせとか。まあこんなもまあ、問い合わせたらいいんですけれども、まあ、紙で来ますよ。紙の普通の墨字って言うんですけど、普通の文字で書いたやつでバーって来ますよね。皆さんと同じようにバーって来ます。またそれをまあ、読み落としてしまうこともあるし、とか、まあ、いろいろあるんです。あと言ったら、まあ、お金で言ったら、障害を持ってるね、お子さんが、親御さんがね、要するに亡くなって、
そのお子さんがね、その先どうやって生きていくんだっていう、しっかりしたサポート。うん、そういうのとかね、いろいろ、そっちを僕しっかりしてほしいんですよ。どっちかっていうと。だから、ライフラインは善意で賄われるもんではなくて、ライフラインは保証してほしい。これはね、まあ、どうしたらいいかわからへんよ、僕はね。銀行とかまたいろんな問題があるでしょう。企業やから難しいかもしれません。でもなんかそのあたりは、社会としてもっと議論されて、早く確立してほしいなと思うんですよ。また名前出して悪いんですけども、中島涼子さんは映画館のことですよね。ほんで、伊是名夏子さんは旅行やったかな。ほんで、乙武さんはイタリアンレストラン、デートかな。ね、女関係ですよ、この人はいつもね。そういうことで、こう、炎上とか問題視されてありますけど、僕は、やっぱりこう、ライフラインですよ。この辺が、やっぱまだまだ不十分だというところで、話がね、炎上というのはあれですけども、もっと議論が。世の中に巻き起こってほしいなと、切に願っております。だから僕ね、ツイッター、X でもね、そういうふうに書いてしまうんですよね。他にあるやろうと。旅行のことでもまた炎上してるやんとか、どうしてもそう思ってしまうんですよ。遊んでばっかりみたいでしょ、障害持ってる人がね。違うんですよ。この人らは遊んでるかもしれんけど、稼いでるから。それはいいんですよ。遊ぶことがダメとか言ってんちゃうね。でも、そこばっかり行くと、ほんまの真の部分が伝わらへんと思って、なんかお気楽やなみたいな感じで思われるのもね、ちょっと怖いんで、いろいろそこはちょっと考えてほしいなと思いました。じゃあ次のメールお願いします。ドッチンさんです。コールセンターとのやり取りお疲れ様でした。謝ったら死んでしまうのか、絶対に非を認めない人いますよね。私は怒らない、下に下にの山下さんの対応を目標にします。録音された楽曲をお聞かせいただいたときには、絶対に非を認めないコールセンターの方にも感謝しながら聞きますね。続いて、いくちんさんです。いやー大変でしたね。結果的に機材が使えるようになったことで苦労が報われた感じなんでしょうか。私も最近のこのような対応については、相手の方もこちらも本心が言いづらい、以前にはないしんどさがあるなぁと感じています。クレームではなく、本当に改善したいということなのに、究極裁判レベルになるのを心配されているのかと思う時もあります。のっちんさん、いくちんさん、ありがとうございます。いくちんさん久しぶりですね。はい、お元気でしたか。はい、そんなことで、そう、楽曲を録音いろいろしてるんですけれども、大変やったと、機材のこの問い合わせが大変やったっていう話を先週させていただきましたけれども、ほんまに大変やったね。もう伝わりましたか？あれ伝わったかな思ってすごい心配やったんですけど、まあお二人こうやって分かってくれてはったんでほっとしました。だから感想って嬉しいね、やっぱね。伝わったかどうかもすごい分かるし、やっぱこの双方向でのね、このやりとり、ラジオでもやっぱこれ大事なんですよ。ね。ありがとうございます。まあそんなことで、来週にじゃあ、2曲流そうかな。撮ったやつ。うん。来週じゃあ改めて大変な思いしてこれ撮ってんな思って。とりあえず聞いてもらうっちゅうのもありかもしれませんね。じゃあ来週、曲流すと思うので、ぜひ聞いてください。はい。こんな風にどんどんまた感想も送ってください。メールの宛先は funk@obc1314.jp です。funk は funk の小文字ですね。どんどん送ってください。それではまた来週。全盲で車椅子のミュージシャン山下純一でした。バイバイ。来週は曲流しますからね。